I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。いよいよ明日、福岡市の中心部に福岡大名ガーデンシティがオープン、の中に、はい、ラグジュアリーホテルのザ・リッツ・カールトン福岡が開業します。はい、ということで昨日に引き続いて年間300 300泊以上てホテル評論家の滝沢信明さんです。今、九州には続々とマリオットグループ、リッツカールトンを含むマリオットグループのホテルが進出しております。リッツカールトン福岡は、 明日、福岡に。はい、そして、マリオットというホテルは長崎に今建設中です。そして、シェラトンというホテルが鹿児島にオープンしました。えー、さらには、フェアフィールド・バイ・マリオットという宿泊特化型のホテルが鹿児島に開業し、今後、嬉野、そして福岡県の浮橋に、続々開業していく。はい、いろんな多様化しているこのホテルをマリオットが進出している。このことからお話を伺っています。 滝沢さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ、昨日に引き続き、まずはそのリッツカールトンについて伺いたいんですけど。そのまあ、リッツというか、マリオットグループで言うと。はい。 リッツカールトンというホテルもあれば、はい、マリオットというホテルもある、はい、そしてシェアフィールドといった新しい形態のホテルも面白いこのホテルグループですね。うん、すねあのホテルってこう振り返るとですね、まあ、えー、伝統的な高級ホテルでありました。はい、ホテルってこう客層ですね、年齢とか、えー、例えばこう収入とか、えー、そういう目でセグメントをアリにしてきたんですね。ですよね。ホテル側がターゲットとするお客さんはそういうことだと。うん ででも今ですねそうではないですね、はい、こう趣味とか思考とかか、ええ、本当に細分化されている<ー>なんでこうホテル業界でライフスタイルホテルっていうのが流行ってはいるんですが、ええ、これもですね例えばこうロック音楽好きの人のためのホテルとかあと環境コンシャスな人のホテルとか<ー>なふうにホテルが非常に細分化してきたこれは世界的な旅行ブームによって旅行者が増えた、うん、と、えー、ホテルもそれぞれのいろんな人に合わせた 打ち出しをしをないといけなくなくっていいるという点と、うん、いうわけで今外資系ホテルでいくと、うん、東京なんか大阪なんかもほぼほぼ主要ブランドは出尽くした感があるんですね。うん、で同じブランドはホテルは出しません、ええ、もうあれば、はい、これは出してもしょうがない新しいブランドを出さなきゃいけない、うん、リッツ・カルトンは大阪にあります東京にもあります、うん、じゃ福岡に出します。 そういういことでホテルを所有している経営の会社が持ってくるという表現がここ、九州で見ると、はいまあ、リッツ・カールトン福岡が明日オープン。はい で他にも鹿児島にシェラトンができて嬉野温泉に来月シェアフィールドができて、はい、近々、福岡の浮橋にも同じシェアフィールドができるという、はい、マリオットグループだけでも九州に結構参入してきますよねマリオットはもうほぼほぼ、えー、とは九州合併してマリオットなんで、えー、ほぼマリオットみたいなところなんですがで、まあ、のシェラトンの鹿児島にしてもですねそれぞれにオーナーがいます。オーナーナというのは物価 の所有者がいます、えー、でホテルを何か作りましょうという時に、うん、どうしようは話題性が欲しい、うんえー、やっぱり高級感イメージも大事と、うん、いうことで有名な外資系ホテルブランドを持ってくるという契約をして名前を使わせてもらうという表現が正しいかもしれません。うんはい はは<ー>なるほどそう、はい、所有ホテルってのは所有と運営が分かれています、ええ、基本的に、ええですね、そんなふうにして話題性のある東京なんかだと再開発エリアが誕生するたたびにホテルできん例えば六本木ヒルズのグランドハイアット東京うん、うん、汐留のコンラッド日本橋のマンダリンオリエンタル、うん、そんなふうにこう再開発されるとホテルが建物の上に入るとこれがもう定番のスタイルになってますね、うんうん、はー でまあ、福岡もまさに再開発がね、はい、天神で進んでいる中で、リッツ・カールトン福岡がついにできるっていうことなんですけど、まあでも、本当にいろんなホテル、全国いろいろくまなく回ってると思うんですけども、はいもね、リッツ・カールトンの話をしてると、結構緊張して、僕、背中伸ばした話なんですけあね、やっぱりそういっても自分の好きなホテルっていうのはやっぱりあってですね、はい、それはあの。 リッツカールトンの昨日、ミスティックって話をしました。はい、で、あれはリッツカールトンのホテルサービスのスタイルであるという話をしました。えー、でもですね。ホテルのその感動的なシーンとか、うん、受けるサービスっていうのはその日その時その瞬間の出来事なんですね。お<う>なんで当然ビジネスホテルでも感動する瞬間っていうのはあるしお<う>ことですね。えー、で、ちょっと昨日リッツカールトンの話したんでね。ちょっと今回僕が感動したサービスみたいな話を。えーはいお ぜひぜひぜひ結構、評論家ならずっと前なんですがうちの家内とですね2人であの大して高級ではないんだけどレストランに鉄板焼きのお店があってまあまあ行ってました安い方なんですねで若いアルバイトの男性スタッフがいてですね僕薬を飲むんでお水を氷抜きにしてくれというふうにしたら持ってきてくれましたでね1か月後に行ったらねその彼がさっと氷抜きの水を差すわけ覚えてくれてた。 当時まだ彼はアルバイトのスタッフ、ええ、今そ偉くなってねでもあの、ええ、そんな出来事とかですね、ええ、あとはあのそう高級ホテル話でいうと、まあ、リッツ・カールトンほどの高級ホテルではないんですが、うん、東京の外資系ホテルにまた20代の頃かな初めてそういうホテルに泊まるって日があって仕事がうまくいってね、ええ、投資して自分に、うん、友達にね「お前さああいうホテルは何かね何でもリクエストを叶えてくれるらしいよ」っていう。 いいわけですよそれやそれやと挑戦的じゃないですかやってやろうとで部屋ついてじゃあお風呂が好きなんで入浴剤が欲しいなと銘柄を指定して内線でグリーンのバブくださいと10分後に持ってくるんですよバブええ、ふだから備えてるものですかねそしたら本当にびっくりしたのが半年後でもう一回泊まり行ったら置いてあるのバブえすごい すごいなもう滝沢信明の横にバブって書いてるんでしょうね、ん、おっしゃる通りそれってだけど今の氷抜きのミスの話とバブの話の違いというのは、ええ、前者はおそらくそのスタッフのとっさの言動記憶力、はいええ、後者は コンピューターータでで管理していいるるサービスであるということ<ー>ここがサービスとおもてなしの僕は違いと思っていて<ー>日本でこうおもてなしというのが商品化されているなと僕は向きがあると思ってんですね<ー>、まあ、おもてなしみたいなのありましたか商品化されているなとで、うん、おもてなし原理主義としては例えばこういう話があってですね、うん、とある旅館がありましたそこは昔からのおかみがお客さんが見えなくなるまで最後手を振ってお見送りをしていたんですね最近のこう予約サイトなんかの口コミが流行ったんで、うん すごい感動したみたいな<ー>手を振ってくれたみたいなでそのことが旅館の会議で、はい、これさ全員でやったらいいんじゃないってなったんですね<う>でもねその瞬間にそれはサービスに変容してるんですよあ<ー>そうですねだからこうおもてなしのサービスっていうのはちょっとこう似てるようで全く、うん、そこ違う部分があるなっていうのが僕の印象なんですね,ねただそのサービスのようにまあコンピューターなどでこうデータ化していくことで その人がいないときも、その当時、担当した人がいないときでも、みんなで共有して、そのサービスを繰り返し出せるっていうメリットは、ね、おっしゃる通りですね今、ホテル業界は非常に DX 化、ええ、進んでいて、はい、でこれはさまざまなところで、やはりあの精進化ということありますね、はいでえ、フロントサービスとか、さまざまなところでチェックインが1秒で,できるとかね、うそういうことも進んでいますが、まさにあの、えー、サービスの質を上げるための、うんえー、そういったこうオートメーション化とか、非常にこれからテーマになっていくなと。 思いますね、うんまあサービスを一定のレベルでしかもこう、ええ、誰もが対応できるようにっていう意味でこうデータ化して対応できるサービス、はい、そして自発的に自分の気づきによって おもてなしっていうね、うん、この二つに分けられるっていうおっしゃる話もありましたけれどもね、えー、なんかおもてなしの部分は特に日本ならではっていうところはね、はい、ありますよね。さあ、そしてあの、冒頭でお話した、そのマリオットグループのシェ、えー、フェアフィールドバイプマリオットなんですけれども、はい、こちら福岡ウキハがですね、8月31日に開業されるというふうに昨日発表がありました。うん えー、フェアフィールドバイマリオット福岡浮派8月31日に開業した。楽しみですね。ねえ、道の駅浮派に隣接しているということで宿泊特化型のホテルになっております。はい、さて、滝沢さんのお話、まだまだ面白い話が聞けておりまして、こちらはですね、8時30分頃のグローアップマガジンのコーナーで今日お届けしたいと思います。お楽しみに。この時間、ホテル評論家滝沢信明さんにお話を聞きました。 この時間はグローアップマガジン。グローアップのパーソナリティが今気になっていること、疑問に思っていることなどを語っていくコーナーです。はい、今日は私、田端の担当です。<A> 昨日、今日とウィークリークローズアップの中で、ホテル評論家の滝沢伸明さんにお話を伺っておりまして、リッツ、カールトン福岡が明日開業すると、うん、いうことをきっかけに、はいはい、まあ、リッツの魅力について、うんまあ、その話を中心にね、たっぷり伺っていくと、だんだん興味が湧いてきたのが、 滝沢さんって年間に300日以上ホテルに宿泊してる方なんですよ。<laughs> すごい数泊まってるじゃないですか。で、それが今年だけじゃなくってっていう、もう毎年続いてるわけで、うん、そんな中でおすすめのホテルってどんなホテルなんだろうっていうことが興味ありまして、うん、お話を聞いております。うん、ということでこの時間は滝沢信明さんのお話、インタビューの続きお聞きください。 せっかくなら滝沢さんのおすすめのホテルを聞きたいんですけどあ<ー>それこれねジ,ジ,ジレンマがあって<お>前人気番組でその話をしたら、ええ、予約殺到して自分がいなくなったっていう問題があっ<ー>て自分がいなくなる問題で, <laughs> で、まあ、僕調子に乗ってこない間東京の,の JWAVE さんのとこでレギュラーの番組があって、ええ、滝沢さんちょっとテーマでね「この,部屋このホテルのこの部屋」ってやりましょうよって言われて。お おい,いっすよ。調子に乗って、うん、このホテルの南号室最高みたいな。はい、全然止まらなくなっちゃったっていう。あまあのあと、でもですね、<laughs> いいです。あの、今日ですね、<laughs> 九州に来たんで、北海道のホテルの話ですか、うん、いいですよ。<お>今北海道では、 ホテル朝食合戦っていうのが非常にブームです<ー>魅力的はい、えー、北海道のホテルいわゆる海鮮がイメージがあるんですかね、えー、とあるホテルがビジネスホテルが海鮮をバーンと出しましたはい、うん、朝からいくら丼ですうわぜ贅たただ、うん、それを超えようと他のホテルもやりだすんですね、うん、はー あっちがいくらならこっちはプラスなんとかみたいな<ー>ステーキも出すとか<ー>で今北海道は非常に朝食合戦ですねその中での筆頭がですね、ええ、函館のベイエリア駅からすぐのところにあるセンチュリーマリーナ函館というホテルがあります<ー>センチュリーマリーナ函館こちらですね朝食が人気で過ぎて、うん、ホテルが予約の稼働を落としたっていう話なぜか<え>朝食がウェイティングができちゃうんですようわー <laughs> でホテル開業当初の時は、まあ、大体稼働率、まあ、80%で7割ぐらいの人が食べてくれるのかなと思ったら、えー、みんな食べに来るんですね。<ー>で行列しちゃうんでもう無理だってことでシェアニーの考えでもう稼働落とそうと、うん、ホテル100%稼働入るけどもう80パにしようとかね、うん、そこまでの感じ朝食になっているという。う 朝食なんですかもうですね口なんていうかな今話してるとお腹出いちゃうんだけど海鮮、うんまあ、もちろんなんですけど、うん、見せ方とか動線とかむちゃくちゃうまくてですね、うん、そのホテルが何がすごいかというとホテルを作るる時普通ホテルって建物を作った後にホテルが入るパターンも多いです、ええ、まあ今の外資系みたいにそういうのがあるんですけれども、うん、そのホテルは初めめに朝食のメニューを決めました<え>ホテルを作るる時に初めに決めたのは朝食のメニューです。えーえー 朝食のメニューを決めた後にテーブルのサイズを決めました。<う>テーブルのサイズを決めてからレストランのサイズを決めました。<う>それからホテルを作りました。<ー>それは珍しいパターンですね。<ー>珍しいですね。すね珍しいですね。 でもやっぱり力のかけるところとしては朝食食事っていうのはやっぱりホテルを楽しむ上で大事ってことですか。はい、ええー、その多分センチュリーマリーナにしてもですね、えー、今の北海道ホテル朝食合戦見てるとこれ原価もう無視というか、えー、なんじゃねえのって思うんですね。えー、普通飲食店の原価率でて三十パーセントって言われますが、えー、多分六十パーとか言ってるなっていう気はするんですね。えー、でもですねいろんなこうリサーチをしていくとですねそういう 原価率の高いすごいい朝食を出していくとですね、うん、それだけでは単体では赤字かもしれないけど、うん、いいお客さんが来だすうん、うん、ホテルの稼働が上がっていく何年後間見てるとホテルの平均客室単価も上がる傾向があるんですよ。うん、なんで損して得取れ、うん、宣伝広告費みたいなところがありますね朝食には。なる,なるほどねちょうどこれから夏休みもう1か月後ぐらいからスタートしていきますけど。 この函館のホテルが。ですね。はぎさん泊まれなくなるかもしれませんよ。まあ、北海道、北海道のホテルは非常にそういうところがあってですね。もう一個ですね。あの新所詮空港ってあります。ね玄関口。で、あの、まいつも、あの国内線、僕なんか使って、その札幌行っちゃうんですけど。国際線ターミナルに直結した、ポルトムインターナショナル北海道っていうホテルがあります。ここですね。まあ、の、すごいです。なんかアートがあったりとか。むちゃくちゃすごいんですが、僕がこのホテルで一番感動したのはですね。レストラン、ダイニングレストランに行ったらですね。 エアコンのポジション要は、うん、エアコンの風の吹き出し口ここにありますよねはいはいあります、うん、見事にダイニングテーブルにかからないようにエアコンのポジションがついているんです<ー>これけ 結構他の空調が問題で意識してて、ええ、自分自身がエアコンの風が苦手なんですがね。ええ、あのダイニングレストランとか朝食会場でもなんか真上にエアコンの出口があってね。<laughs> ええ、風な料理に当たっちゃったりとか結構あるんですね。でもそれはこうしょうがないですね。建物を作ってから後からみたいなことあるんで。でもそういったところの気遣いというのは非常にグッとくるものが。うん あるなといごいやいやいやそんなじゃあもう本当にあのホテルに行った時にまずどこから見ていくんですかそうですねあの実はホテル評論家としてですねチェックリストがあります、えー、大体こう、うん、180項目ぐらいチェックリストが一つのホテルに行ったら180個チェックするんですか あるんですがそれやってると時間終わっちゃうんで180に減らしたということで、えー、例えばですねコンセントの数とかあと枕元に USB があるかとかあと空調問題でいくとエアコンの ポジションとか、うん、あのホテルの空調のエアコンっていうのは最近のビジネスホテルなんかだと個別の家にあるようなエアコンがついてるパターンもあってあれは最高です、うん、自分で調節由自に、えー、でもフリーホテルって、うん、全館空調で。うも 全部暖房、全部レゴみたいあったり、あとあのもう作り付けのあのこう鉄製の格子のあるねエアコン吹き出し口があったりとかでそういうのだとポジションねベッドベッドね寝てるとこに当たったりとかデスクの座ってるとこに当たったりとか自分で調整ができないみたいな感じですね。結構苦労していてあのいつも僕あの紙を止める紙みたペーパーを止めるクリップを持ってるんですね二三個で何ですかかというとそのエアコン吹き出し口に ベッドスローってこうかかってるベッドにかかってる布をですね<ら>よいしょってつけるんうそうすると風が来ないって言ったなるほど対策まで<ー>対策をして <laughs> はあすごい工夫してちょっとね <laughs>、はい、そすね。解決方法まであるとは時間が全然足りない <laughs> さ滝沢さんのそういったこうホテル、ま、の まつわるお話とかチェックできるサイトみたいなのどこを見るといいですか?。いろいろヤフーニュースにも書いてますし、あのまあ文春オンラインとか。えさまざまな媒体で、あの、ええ、執筆させていただいてるんで、ええ、見ていただければっていうのもあります。はい。谷沢信明と検索していただくと、どこかに。ね当たるんじゃないかなと思いますのでね。いや、昨日、今日とたくさんお話しいただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。 ということでね。はい、滝沢さんのチェックすごいでしょう。うん、180コー信頼できますよね。いいホテルって言われると。ねね、思わずスマホで調べたくなるっていうね。<laughs> そんなホテルを紹介してもらいましたので、はい、まあ皆さんもぜひお役立ていただきたいですし、またいずれ、ちょっと機会があったら番組にね、出演していただきたいなと思います。はい、グロ o プマガジンこの時間はホテル評論家、滝沢信明さんのインタビューをお送りしました。グロ o プマガジンでした。 HKT48 の矢野瀬ヤ也です。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 のももちはまラジオ局、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで、桃も浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。